はい、尺八ラブチャンネルご視聴いただきましてありがとうございます。私、世界の尺八パフォーマー白鳥義明と申します。今日も楽しく尺八を吹いていきますので、最後までご視聴よろしくお願いいたします。はい、これから行うのがですね、尺八実践トレーニング初級編ということで、今やっているのが金古流の初学入門の中の曲を順番に演奏しております。次に演奏する曲がですね、今日は桜を演奏したいと思います。前回荒城の月を演奏したんですけれども、荒城の月はですね、まあメリオンがあって、まあ、今回桜もメリオンがたくさん出てくる曲なんですけれども、荒城の月よりも官能とか多いのかな、まあ、ちょっと高い音のメリオンが多かったりするので、そこら辺の音の出し方に気をつけて演奏していただければと思います。それでは早速勝負から行っていこうと思います。こっちにした方がいいですかね。ではリーリーロー、リーリーロー、リーロー、ツーロー、リーロー、リウ、レツレウ、レレツロー、リーロー、ツーロー、リーロー、リウ、レツレチレレツロー、リリロー、リリロー、ツレウフロリウレとなります。ちょっと音程取れなかったんです、ですけど、はい、ですね、結構ちょっと変わった調で演奏していますね。普通はレーレーチーで吹くっていうのが桜の場合一般的なんですけれども、この初学入門では、まあ、練習用にリーリーローという風な形で演奏をして、楽譜が書いてありますので、それで演奏をしていこうと思います。それではと、このような形になります。曲の途中でですね、レーレーツローっていうところがあるんですけれども、音階的に言うと本当はここのツローのツーはメリオンになるんですけれども、今回はですね、楽譜に書いてある通り、ツーはそのままメリオンではなくて、普通のツローで吹かせていただきました。まあ、音程が気になる方はですね、ここメリオンでしっかり吹いていただいた方が、まあ、ちゃんと普通の桜の音階になりますので、そこはまあ普通にどちらでもやっていただければと思います。このレーレーツローのこのツローっていうのをレからツローっていうところがですね、まあ、古典でよく出てくる手になりまして、まあ、それの練習も兼ねてこの曲でやっているのかなっていう部分もありますので、まあ、ぜひ両方の手で吹けるようにしていただければと思います。それでは、まあ、ここら辺で、この講座は終わりにしたいと思います。いいと思った方は、ぜひ、高評価、そして、
まあ、頑張れよって思った方も高評価して一緒に尺八吹いてみたいなって思った方いましたら、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。